え、こんにちは。速果塾の久保です。え、今回ですね、YouTube で稼ごうと思っている。もしくは、うん、そうですね、稼ぎたいから YouTube を見ているという方にね、ちょっとメッセージをお伝えしたいかなと思います。うん、特に、YouTube で伸び悩んでいて、YouTube で稼ごうと思っているのに、いまいち成果が上がらないから疲れてきたなって方にメッセージですね。あの、 YouTube のチャンネル登録っていうのがすごく大事になってきますけども YouTube チャンネル登録1,000人っていうのが誰もが目標とする一つ目のステップだと思うんですよ。でもこの YouTube1,000 人を突破する人って YouTube やってる方のね全体の10%ぐらいなんですよね。ということはほとんどの方がチャンネル登録1000人いくままででにやめてしまってしっるんですよ最初はみんながみんな希望を持って YouTube に飛び込んできたのにでも9割ぐらいの方が 千人にに満たずに辞めてしまうこれ非常にねもったいないなーっていうのと同時に逆にですよ1000人を突破するとトップ10に入れるってことなんですよ皆さんの人生の中でトップ集団トップの1割に入った経験があるジャンルってそんなに、ね、失礼ながら多くないと思うんですよもしかしたら何もない方もいるかもしれませんでも今 YouTube という新しい舞台にみんな横一線でスタートして そしてですね基本的にやめなければいつかこのチャンネル登録1000人は行くわけなんですよ。それが3ヶ月以内、6ヶ月以内に1000人突破ってなるとちょっとね先の見えてこない作業になるかもしれませんけども私の運営する速可塾でも1年間きっちりやとねやっぱりね1000人超えるわけなんですよね。もちろんみんながみんな超えるわけではありませんけども途中で YouTube の動画アップロードから別のことに興味が出てしまってそっちに行ってしまうっていうことでもなければ YouTube の更新っていうのは 更新をするるたんびにチャンネル登録って増えるんですよねでも現実私のアカウントチャンネル登録1万人以上いるわけなんですけども1万人いる1万人以上チャンネル登録されてる方ってね全体の2%以下らしいんですよ、まあ、私はだからトップ2%に入ってるってわけなんですけどもそうなるとね10万人100万人1000万人っていうのはじゃあどれだけのトップ集団かってことが分かりますでも私もそうですけどもそこまでいかなくてもね YouTube はしっかりと自分の暮らしと自由な時間をもたらすぐらいにはなるんですよ。チャンネル登録10万人もいりません。私の感覚では5,000人から8,000人ならでもうすでに YouTube だけでやっていけるようになるんですよね。その話はまた別の動画でもお話しているんでここでは割愛しますけどもじゃあ皆さんが目指している1,000人って突破した後その5,000人8,000人そんなに そしてそこに行った時にそれに引き換えてですね得られるものってもう YouTube だけやっっててればいいよっていよよう世界なんですよ今いろんなことが忙しくて YouTube できないかもしれませんけども逆に YouTube だけやってればいいよっていうふうになったらどうですかねいろんな忙しいことってやらなくてもよくなるわけですよだからここに取り組む意義はでかいなと思うんですよだから私もったいないと思ってるんですよね1,000人数にやめてしまうったら非常にもったいない YouTube の入り口で引き返してしまうわけですからね。そして私のことをもう一つ申し上げますと、私、このね、半年間で2000人ぐらいチャンネル登録者数が減ってるんですよ。これ私個人的に寂しいってわけじゃないですよ。違うんですよ。YouTube で稼ごうと思って私の動画にチャンネル登録してくださった方が2000人この半年でやめてるってことなんですよ。つまり、2000人っていうね、数が諦めてるんですよ。冒頭で言いましたけども、 チャンネル登録1000人に行っっててる方ってのほんとね全体の10%ですよ90%は1000人いかないんですよその2杯分が私半年で失った私のせっかくチャンネル登録してくださった数なんですよそして昨今の再生数を見てますととてもですね私のチャンネルながら1万人以上まだいてくださるようなチャンネルの再生数ではないなと感じてますこれはどういうことかっていうとチャンネル登録は一応したんだけども メインでで久保さんんの見てるわけなないよよことなんですよねだから再生数が1万人のチャンネル登録、まあ、正確には1万4300人ほどいるんですけどもここまでチャンネル登録がいて1つの動画に再生数がね12000といってないっていうのはやっぱりアンバランスなんですよしかしねチャンネル登録1万人規模の方はみんなこうなってます1万人のチャンネル登録を持ってる私や私の同じランクにいる YouTuber さんっていうのは それぞれぞにやっっぱり同じ悩みを持ってるんですよねなぜ自分のとこだけに来てくれないのかなぜ視聴者さんは分散してしまうのかってことですそれはチャンネル登録1万人の方が発信してる内容がやっぱりねどれも似たり寄ったりになってるってことがあるんですよだからもっともっと独特でユニークで一人一人に丁寧に対応しなければなと私たち1万人規模の YouTuber でも日々思ってます、まあ、ですんでチャンネル登録100人300人500人の方がもうほとんど 同じ悩みを抱えている方が80%、90%いるわけですからね。だから、1万人いる私たち、YouTuber よりも、かなりね、飽和して激戦であるのは、それは仕方がないことだと思います。全体的にこういうふうなピラミッドになってます。だから最初はね、ライバルが多いんですよ。登れば登るほど、ライバルは少なくなってきます。ですんで、300人よりも500人、500人よりも1000人、1000人よりも2000人の方が、やればやるほど楽になってくるんですよ。で、しまいには YouTube だけやってればいいよっていう。 落差が出てくるんですよねそして5,000人とか8,000人とか私なんて1万人行く前にもうね今の暮らしになりましたからね確かね私がね一つののだだなと思っったたがチャンネル登録人だった時ですその時に私はあの「ナイトライダー」のねレプリカを買いに行ったんですけどもこれがね大体890万したんですよ。で890万のローン通るかどうかってことだったんですけども私のチャンネル登録の数を見て審判会社が通してくれました。 そんな世界なんですよ。全然違うんですよ。もうすでにね、お金を借りよう、ローンを組もうと思った時ですら、チャンネル登録という信用が社会に与える、このね、インパクトはこれほど大きいんですよね。私も曲がりなりにも黒字を出してる会社の社長です。しかもずっと10期決算やってます。でもそちらの信用よりもね、YouTube のチャンネル登録8000人の方が信用力としてはでかかったってことなんですよ。これちょっとびっくりでしたよね。 まあ、いろいろと話しましたけどもどうしても YouTube 続かないなと思っている方もちろん続けないという選択もありますけども続けないという選択をしたときに今以上の希望の人生が訪れるなら YouTube を手放していただいても全然いいかと思いますでも他に見通しがないのにただ YouTube をやめるっていうことは非常にもったいない、うん、本当にもったいないと思いますやめると本当に思っちゃった やめるという決断をするぐらいなら、まず私に連絡ください。ね、私がチャンネル登録、1000人、3000人、5000人、1万人、ここまでなら引き上げていけますんでね。ただし私がいくらアドバイスをしても、実際にやるのは私ではありません。結局は私の話を聞いて、やるかやらないかっていうことを決めるのは世界であなた一人しかいないんですよ。そして決め続けた結果、1000人は突破し、1万人に向かっていくと。 その途中で YouTube だけで暮らせる未来が訪れるってことになります。今日の結論は以上でございます。じゃあまたお会いしましょう。よろしく。